キチャンネル。ちょこんにちは。FA 候補出るの出ないの、さあどっちでしょうっていうね。はい。ファンはそわそわしますよ、FA の時期ねえ。まあ去年もね、はい、動きもありましたしね、はい、山川とかね、うん、それによってチームのね補強プランが変わりますから、はい。まあちなみに今年 FA を取得する選手、はい、今年ね、うん、新たにジャイアンツ高梨、はい、で中日岩崎、うん、福谷でロッテ西野、うん、でソフトバンク有原で楽天酒井、で阪神が坂本、大山、糸原、原口で、ドラゴンズが京田で、 DeNA が佐野、筒香、ジャイアンツ大城、重信で、ドラゴンズが木下で、オリックスが西野で、ホークスが甲斐、牧原、楽天が田中和樹に、日本ハムが石井一成、ね、はい、うん、ところが、まあ、新たに取得、はい、でまあ、これまで、ね、取得して使ってない選手も各球団ね、まあ、いっぱいいますけど、はい、どうやろうな。なんか超目玉っていう動きそうだっていうのが今年そこまでいないですね。だから高梨はせえへんと思うね、うん、だって今あんだけいいところで投げてんのに、しかもはい、ジャイアンツからだって、うん、ジャイアンツから FA、はい、メジャーじゃないよ、はい、ジャイアンツから国内 FA したって駒田さんだけじゃん。まあ、あとサブローがね、ロッテに戻ってきたっていうのはあるけども、うん、はい、その特殊な事情を除いては、うん、多分駒田さんが横浜行っただけやと思うね。ここ近年全くいないですよね。いや、もうずっといないと思うんだよね、うん、巨人から FA で国内移籍って、うん、はい、で、阪神も FA で国内移籍って多分マイク中田さんがロッテにFA で大昔来ただけちゃうかっていう。阪神から多分だから、阪神巨人から FA 権取ったからって言って試合使われてないんだったら分かんない。そうですね、うん、でもそのピッチャーでも野手でも比較的レギュラー格として試合使われてる選手が FA するって、うん、メリットあります？っていう。うん、だって資金力は高い、はい、人気はあるのにわざわざみたいな。だもう理由としてはその FA する理由っていくつかあったじゃないですか、うん、だからまあね、だからどうしても優勝したい方ね、はい、このチームにいたら優勝できないから、うん、どうしても優勝したいから FA したいっていうのと、はい、あとはまあお金大好き方ね、うん、やっぱり1円でも高いところに行きたいっていうのと、はい、うん、あとはまあ押し出しされ方ね、はい、まあ、このままいても若手の台頭で出番が減るから、うん、もしくはもうこのシフトチェンジしようとしてると、うん、このままいても出場機会減るから FA で移籍するっていうと、はい、でもう一つが、まあ、夢追い型って言って、まあ、どうしてもこのチームのユニフォームが着たい、うん、もしくはどうしても最後は地元球団でやってみたいとかっていうところの、うん、はい、まあ、大体この4つに分かれるわけよ、はい、うん、まあ、もう一つあるっちゃあるんだけどね、はい、もうとにかくこのチーム、この監督、このコーチが嫌いだここにいたくない、こいつらとは一緒にやりたくないっていうのは、うん、あるっちゃ、はい、あるっちゃあるんだけど、はい、ちょっと特殊だから、特殊ですね、うん、はい、だからまあ多くはこの4つに分かれると思うんだけど、うん、ってなった時に巨人、阪神、ソフトバンクから FA で出るって、うん、どのカテゴリーに準じますかって言った時に、うん、優勝、とにかく優勝したいは、まあ、別に、はい、出なくても今の阪神も強いし、はい、ジャイアンツも今年優勝してるし、うん、とにかく1円でもお金欲しい、もう、うん、この3球団くれるやん、くれます、自分が頑張りさえすればね、うん、青天井で、はい、ってやったらないじゃんね、うん、ただ押し出され方はあるかもわかんないよね、うん、はい、出番を求めてというところで、うん、とあとは、まあ、地域、はい、最後はこのユニフォーム、うん、でも最後はこのユニフォームは逆にジャイアンツ阪神の方がいいですよって思うね、はい、うん、だってそっちの、ね、引退してからも考えたらよ、うんうん、ただもう一つあるのはもうどうしてもこの球団嫌いや、はい、監督コーチ嫌いやしかないと思うね、うん、はい、ってなったら、うん、高梨、うん、で坂本、はい、大山、うん、糸原、原口ってなったら、まあ、この中でワンチャンあるかなと思うのは原口とかぐらいじゃん。うん、原口はワンチャンある可能性ある、まあ、出番を求めてっていう、そうそう、出番を求めて、今はもうやっぱ代打屋になってるから、うん、やっぱりそのでクライマックスでもホームランも打ったし、はい、うん、初戦でも
打った瞬間おおと思ったけど、まあ、レフトライナーだって、うん、まあ、だったけどもやっぱりそのまだ本人もできるっていう思いもあるだろうし、うん、やっぱりその4打席立ちたいっていう思いもあるから、はい、原口がワンチャン FA するなんて C ランクだから、はい、しやすいと思うね、うん、で正直考えられるね、はい、西武にね、おーもう行き先まで、いや地元が埼玉だ、ね、あ、そうなんですね、原口で、うん、まあファーストやキャッチャーファーストじゃん、はい、うん、空いてるやん、はい、ポジション、うん、で打つやん、はい、で DH もあるやん、うん、いいんちゃうかって思う。で今打撃が課題の西武に、で C ランク、うん、で出番を求めて、はい、でチャンスはある、うん、あとは本人が結果出すかどうかじゃん、はい、そしたら原口はワンチャンしても、うん、その自分の希望にかなう球団に、はい、その出番を求めてっていうところで言うと、うん、いける可能性ある、うん、それ今地元だしっていうところ で、うん、で今のままだと結局ファースト大山サードサード出るんだったら、うん、まあ、どう頑張っても無理じゃん、うん、そうですね、正直ね、うん、で考えたら、まあ、原口はワンチャンあるかなと、うん、あとはもう糸原が代打屋でもうそれでいいですでいくか、うん、ワンチャン出場機会を求めてするかっていうぐらいやと思うんだよね、うん、これ、はい、で大山も結構話題になってるけど、はい、いや出る意味あるかっていう、いやメリットない気がしますね、うん、その阪神から、はい、阪神でも4番も打ててる、うん、今もうスーパースターじゃん、はい、タイガースの中でね、うん、で給料も頑張ればもらえる、はい、で A ランク、うん、いやさすがにでいいやろっていう、そうですね、うんうん、ニュースは結構なってるけど俺もないんちゃうかっていう、うん、出るメリットない気がする、だから今年であり得るとしたら、うん、まあ、まあ福谷とかも監督変わるからな、そうですね、うん、そこでまだで、まあ、結構いけると思う、あと年齢も高いしな、はい、ここで FA するぐらいだったらやっぱドラゴンズもそんな先発がめちゃくちゃ多いわけじゃないから、うん、頑張ったらチャンスあるから、うん、まあ、俺もそんな FA するメリットそんなないと思うね、うん、正直名前の方がいいと思うんだよね、うん、その後も考えたらね、うん、ってなったら西野はありえるよね、はい、ちょっと吹いて条件を上げさせようっていう、あ、そういうのもあるよね、はい、スルースルーと見せかけてしないけど条件良くしようっていうのもあるけども、はい、まあ、西野だったらでも B クラスだからな、うん、これが C だったら大人気だと思うね、うん、33やね、これ34年やね、うん、それはもう取らへんで、うん、正直、うんうん、今年34で来年35の年、うん、で、あの B クラスで人的保障いる、うん、ってなったらいや多分取らへんな正直、ね、うん、これぐらいの感じだとね、個人的な C だったら確かにね、うん、C だったらワンチャンあるけどもうないやろ、うんうん、確かに、で有原をする必要ないじゃん、はい、ないですね、うん、酒井はあるね FA、 いやー C だから、C、そうですね、で49試合投げて、うん、今年防御率 2.33、はい、しがいがあるよね、うん、するとしたらもう今しないで、うん、いつするんだっていう、うん、ところだから酒井はしてもいいかも、うん、正直、いやー楽天は必要だよ、いやだから必要だったら金払えばいいだけだからってことですね、うん、残留要請をして、うん、で今年32歳、うん、早生まれだから、はい、なる年だから、うん、ワンチャン酒井はしてもいいかも FA、うん、でリリーフがタリーのところだから、うん、まあロッテでもどれでもいいし、うん、他別にねロングも必要なところだから DeNA とかね、うん、まあ、西武でもいいだろうし、うん、候補地はいっぱいありますね、まあ、オリックスでもいいんちゃう、今年リリーフ総特会したからな、確かにね、確かに地元の方にっていう、うん、だから、まあ、酒井は俺はしてもいいかもなって思ってる、うん、FM、そうですね、うん、自分の価値を高めるために、はい、うん、しかも最後の今年しなかったらもうできないよ、できない、うん、人的で来てますからね、うん、今度は自分が FM するのにね、そうそうそう、でしかもあのいい成績残してるから、うん、チャンス、はい、チャンスなのよね、うん、で坂本、まあ、梅野と競争でしょ、はい、する必要俺ないと思うね、うん、正直、うん、だって阪神でもビッグチャンスよ、うん、そうですね、うん、だって自分が頑張ればいいだけだから、うん、それが頑張りきれてないから出れないだけで、うん、多分この成績で他の球団行っても多分2番手とかになるだけやね、うん、だから正直坂本も、まあ、出る必要性ないよね、はい、だって自分が頑張れば阪神でももう100試合以上楽勝に出れるんだから、うん、で、まあ、上野もね FA も取得済みだけど、はい、
まあ、出る必要ないじゃん、ね、うん、ね、阪神で頑張ればレギュラーになれるんだからさ、うん、そう頑張れないのは本人の責任だから、はい、球団変わったところで一緒じゃんね、うん、強打、はい、DeNA、うん、まあ、これも FA、する必要ないよね、うん、正直ね。で佐野、はい、まあこれは違いはあるよ、確かに、ね、うん、欲しい球団はね、 ありますよね。それこそ巨人とかいないから、別に外野だって丸の後もいるから、うん、そんな別にいないから、うん、佐野はしたら大人気ちゃう、ね、正直、うん、年齢が31、2ぐらいですか、今、うん、しかも、このクライマックスシリーズでめっちゃ打ってるから、打ってますね、ここでまた一気に急上昇じゃん、うん、ね、この11月28日で30歳、はい、だからもう、うん、どうしても優勝したいか、はい、お金やな、うん、で移籍するのはありやな、はい、うん、そうね、もしかしたら複数で6年とか宮崎選手みたいな、ああそう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 だね、だからそういう、うん、好条件を結んでくれないんだったら、うん、そうですね、出たらさらに好条件出るから、もうそこ次第やな、うん、うん、DeNA がどうやって引き止めるかっていうところですね、うん、まあ、出る必要はないけど、うん、出たら価値は一気に上がるね、はい、うん、うん、出ても出なくても、うん、条件次第では本人のためになるよね、はい、うん、で筒香はさすがにないと思う、ね、戻ってきたばっかですから、ね、うん、だってここで FA するぐらいだったら最初から DeNA 帰ってくる必要ないないですね、うん、うん、で大城、はい、大城、いや俺はないと思うね、うん、だって別に頑張れいいだけじゃん、うん、正直ね、うん、だってジャイアンツから FA する必要ないと思う、ね、ない、そうですね、うん、正直、うん、うん、だから俺も大城は、俺が大城だったらしないよね、はい、うん、で重信もしない、うん、木下もしない、うん、西野も、いや西野もせえへんと思うね、だって頑張ったら出れるからね、はい、試合ね、うん、オリックスしかも3連覇もしてるわけだから、うん、でこのままうまくいったらさ、終わってからコーチとかにもなれるかもしれへんや、うん、ってなったらこの今の年でもうそんな若くないやろ、だって西野も30何歳とかじゃない、はい、うん、34歳だからね、これはもう 100% 残留だよね、うん、うん、で、甲斐、それはもう楽勝で残留、牧原残留、はい、田中和樹、うん、してもいいけど、うん、っていうね、ちょっとこうチームでは出番はないけど、じゃあ他球団ってあんのかって言われた時に、ね、多分ないから多分できないよね、この成績じゃね、うん、で、で石井もそうじゃんね、はい、うん、いや俺ほぼほぼおらへんと思うねんな、うん、FA 他の取得済みの選手見ても、うん、巨人だと菅野、高梨、小林、大城、坂本、長野、丸、重信、うん、まあまあいないじゃんね、うん、で中日だと田島、岩崎、涌井、大野、福谷、祖父江、松葉、木下、高橋周平、中田、中地、ビシエド、大島、加藤翔平、後藤、まあこれ戦力外もう引退する選手、うん、戦力外になった選手も含めて言ってるから、はい、もうあのね、加藤翔平とかもう戦力外になってるから、うん、まあ、そこら辺も一応今年っていうところでは入れてるけど、うん、まあいないじゃんね、はい、正直ね、でヤクルト石山、石川、小川、田口、高梨、加山、中村悠平、山田、川端、西川、青木、うん、まあまあいないじゃんね、うん、まあ、引退する選手もいるし、広島が栗、大瀬良、野村、中崎、相澤、磯村、上本、田中、堂林、菊池、野間、松山、うん、おらんやんな、うん、今更ね、で阪神が岩佐、大八木、梅野、坂本、大山、糸原、原口、まあまあいないよね、うん、横浜が、三島、山崎、康明、浜口、森、戸柱、伊藤、柴田、西浦、宮崎、京田、太田、桑原、佐野、筒香、うん、だからまあワンチャン佐野が条件次第だよね、そうですね、うん、で日本ハムが加藤、玉井、宮西、鍵谷、中島、石井、江越、うん、まあ、こっちも引退する選手もいるけども、まあいないよね、うん、で埼玉西武が、増田、住谷、源田、中村、栗山、金子、まあいないじゃんね、でソフトバンク東山、有原、武田、和田、石川、海、今宮、牧原、中村、明、柳田、まあいないじゃんね、うん、で楽天が岸、則本、田中、マー君、酒井、唐島、浅村、阿部、茂木、鈴木大地、田中、岡島、島内、うん、島内ある、いや今もしないじゃないですか、島内
でも島内あれなんじゃない、複数年切れんじゃない、今年切れる可能性はありますね。今年で、ね、出番求めて出る可能性はなくはないですけどね。ワンチャンな、ワンチャン、はい、ね、ワンチャン島内あるんじゃん、うん、なくはないですね。でもな、何ランクなんやろな、うん、あ、B だ、B ランク、人的に伴うんですね、うん、そこがどうなのかっていう感じやんな、今年が全然だったからな、うん、島内 C だったら大人気だったんちゃう、うん、あ、でも35歳の年やからな、ね、結構ベテランなんですよね、もうやっぱそれだときついな、まあ、30前後ぐらいだったらいいけどな、うん、そうなってくると、うん、ないよな、うん、楽天もね、うん、日本ハム加藤投手って言いましたっけ、うん、加藤は去年 FA だって残留したから、あ、そっかそっか、そうそうそう、去年 FA でロッテひょっとしたら来るんちゃうかって言ったから、うん、俺がね、でロッテが石川美馬、唐川、西野、増田、中村翔吾、井上、荻野、角中、岡、うん、まあないやろ、うん、なさそうですね、うん、岡あるか、ワンちゃんないよな、いいでしょ、うん、岡はない、でオリックスが平野、山岡、比嘉、若月、足立、西野、大城、小田、T、岡田だから、うん、いや、ないね、なさそうですね、もうだから、あるとしたら原口、うん、酒井やな、はい、で、佐野選手がどうなるか、うん、じゃないの、うん、まあ、酒井は今が本当にするんだったらラストチャンスだね、そうですね、うん、で年齢的にも成績的にも、いい結果残してるから、はい、まあね、リリーフが足りないところは需要多分あると思うから、はい、でしかも C ランクだから、うん、これはまあ動きやすい、うん、で原口も C ランクだから、そのね、やっぱり4打席立ちたいと、はい、ね、今のままいたらずっと代打になってしまうとっていうところで、うん、まあ、もう一回ね、あの最後頑張りたいっていうところでやると、うん、まあ、需要はあるよね、西武とかね、うん、だからそれでもし原口が FA したとしても気持ちは分かるよね、まあ、悩みどこだね、はい、この阪神っていう人気球団の中で、うん、もう最後まで全うするのか、まあ、しかももう若くないからね、うん、でも最後のワンチャンかけて、うん、チャレンジするのか、スタメンに出たいという思いでね、どっちが正解って言いづらいけどな、うん、これが阪神じゃなかったらな、はい、多分する価値あると思うけど、うん、そこが、まあ、難しいよな、うん、どうするかはね、はい、でももう残留したらもう目に見えてるからね、うん、まあ引退しても多分あの人の人柄やったら多分もしかしたら阪神からも声かかるかもしれない、うん、そうそうそう、他行ってもな、他行っても絶対に、うん、しかもそれするって言っても何やってんねやって言う人いないと思うね、うん、この環境で頑張れよ、これ阪神ファンでも俺は頑張れやと思うね、はい、それ何やってんだっていう人はファンじゃないと思うね、俺は確かに、うん、だから俺は、まあ、してもまだ阪神帰れると思うし、うん、まあ、ワンチャンしてもいいんちゃう、最後のね、だから菅野のメジャーチャレンジじゃないけど、うん、最後のチャレンジでって言っても、うん、まあいいかも分かんないよね、うんうん、だからヨーカーが、ね、現役ドラフトで阪神西武行ったように、はい、まあ、西武としてもやっぱチャンスあるからね、うんうん、まあ、絶対セーブかどうか分かんないけど、まあ一番いいんじゃないかっていうね、うんうん、あと佐野はもう条件次第だね、はい、周りがね、筒香とかも含めて周りが好条件出してて、うん、自分だけしてくれんかったらな、 そうですね、それはそれであれだし、はい、でも DeNA はやっぱここのもう一歩の優勝に行くためにいなくなられたらもう終わる、うん、無理だからね、はい、正直さすがにじゃあ渡来とか若いのもいるけど、佐野の代わりを今すぐできるかっていうとできないからね、はい、うん、番長の時に優勝ってなると、うん、それはやっぱ外せんよな、はい、確かに、いや、好条件残留のね、好条件出すんじゃないですか、まあね、オースティンがどうなるか問題があるからね、DeNAにとっては首位打者オースティン、うん、だからそこ結構金がいるよな、いるんですよ、牧も活躍してるね、はい、だからそこら辺が、まあ、今永とかいなくなってしても東も年俸上がるだろうしな、はい、K ・ジャクソンもどうするんや問題もあるだろうし、うん、だからそこら辺ば、でもね、だからこの3人ぐらいじゃ見どころは、うん、そうですね、うん、だから酒井と原口はしてもいいと思うし、はい、まあ、佐野がしたらもう大人気だろうね、はい、まあ、あとはもう誰がするかどうかは分かりませんけど、まあ、この3人ぐらいちゃうかと思うけどね、うん、はい、うん、ざっと見たところやっぱそんな感じですね、そうだね、はい、うん、まあ、というほうが佐々木さんに考察でした、はい。